とか、あ裁縫のいいもので何か作っている。おばあちゃんがいるとか、そういうその地域にとっては当たり前の生活が東京にはないんですよね。だから、その生活全般を地域の暮らしをあの体験できるかどうか、または一緒に。本当に友達のような関係性での話をあのしてくれる。聞いてくれるかどうかっていうのはすごい大事なので、観光スポットとか観光客向けのお店とか環境観光のコンテンツっていうのは全然必要ないですね。そういう意味だと。 大変恐縮でございますが、お時間の都合上、以上で質疑応答を終了させていただきます。それでは、木津堂様、サベット様、小林様、堀江様、大涌会長、栗原会長がご講談されます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。 ここでアンケートにご協力をお願いいたしますスマートフォンにてスクリーン上の QR コードを読み取り回答をよろしくお願いいたしますまた退場の際ですが係の者が誘導いたしますので誘導退場にご協力をお願いいたします それでは、以上をもちまして第69回関東地区大会水戸大会ニューノーマルの先を行け分散型社会へのマインドシフトを閉会いたします。皆様、ごご来場誠にありがとうございました。